ハイファ・ワハビは、レバノンのモデル、歌手、女優。1972年3月10日生。名前のスペルのラテン文字への転写には、ハイファ、ハイホ、ウェクベ、ワハビー、ワハビーなど、複数のバリエーションがある。また、日本語表記もそれぞれ、ハイファ、ヘイファー、ワハビ、ワハビーなども見られる。幼い頃から、ジャズや R&B を聴いて育ち。 10代の頃からモデルとして活躍。16歳の時、ミス・南レバノンに選ばれる。1995年にはミス・レバノンで2位になり、歌手としてデビュー。しかし、既婚者で子供もいることが発覚し、タイトルを取り消されてしまう。夫とはその後離婚している。翌年にはスキャンダルから回復し、モデルとして活動を再開する。2006年には、 アメリカ合衆国のピープル誌で世界で最も美しい女性50人に選ばれた。同年6月10日、ベイルートで行われた50セントのコンサートにゲスト出演。本国レバノンのみならず、アラブ圏を中心に幅広い芸能、音楽活動を行っている。レバノン南部にイスラーム教師や派教徒の父とエジプト出身のコプト正教会信徒の母の間に生まれる。 本人はシーア派教徒。三人の姉妹がおり、また24歳の時に兄を亡くしている。離婚した夫との間に娘が一人いる。2005年、サウジアラビアのビジネスマンとの婚約を発表。しかし、数週間後に個人的な理由で別れた。2006年のレバノン侵攻の際は、故郷を離れ、エジプトへ避難していた。レバノンに戻った後のコンサートでは、 イスラエルに抵抗を続けたヒズボラ議長ハッサンナスララを祝福した。首都ベイルートでは自国の政治状況の混乱にうんざりした若者らにより建物の壁にハイファーを大統領にという落書きがされたことさえある。露出度の高いドレスを着セクシーな踊りをする彼女に対してはイスラムの一部宗教指導者からセックスを売り物にしているという批判もある。そのことについて 彼女自身は、ヒズボラを支持しているが、ベールで顔や体を覆い隠すのは、自分の生き方ではないと発言している。また、歌手活動の他にも、エイズ検査の推進などの活動をしている。アグールアワックリガーブタジーツィアーハイトアルビアナ、ハイファバディサンイーシュマサーワディビオーエスエルワワ、ノーティーモッシュアドラースターナフワーズ、ザマンバディ、エイスベビーハイファ。ありがとうございます。